文字上の戦いは、英六元年から英六五年までに、武善国文字城で起こった、大友義重と、毛利元成との数度の合戦。英六四年の戦いが最も有名である。文語国の大名大友義重。十五世紀には、中国地方の守護大名を追ううが、武善国菊軍や筑前国音楽軍に進出し、菊軍では、現地の国人である、文字氏を、 家臣団に組み込みながら支配を固めていた。大内氏にとって、博多は対外貿易の重要な拠点であり、博多を孤立させないためには、武前国の文字半島を確保しておく必要があった。一方、文後国の大友氏は、天文元年頃以降、武前国に攻め入って、大内氏と小競り合いをすることがあった。天文20年、大内吉高が重心。 東春方の無本によって自害した。東春方は、文語国の大友義重の弟、大友春英を、大内氏の当主に迎えた。しかし、東春方は、工治元年、大内義隆の維新、毛利元成に攻められて廃止し、大内義長も、工治三年、元成によって自害させられた。中国地方の大名大内氏の維新、毛利元成、 大内義長が滅びると、大友総林は、武前、筑前の支配を目指して動き始めた。一方、毛利元成も、文字城を、京都府にした上で、九州に進出しようと考え、筑前の秋月市、筑紫市などを味方に引き入れる工作を行っていた。文字城を確保することは、関門海峡を及び、瀬戸内海の政界意見を握ることになり、 西国支配の用としての意味を持っていた。大友義重は、同年5月、毛利元成宛ての書状で、秋月分子中抜を通告し、北九州に軍勢を進めた。この書状の中では、義重が、弟議長の救援に向かわなかったのは、毛利との約束があったからであることを示唆した上で、北九州の大内良は大友が継承することを、認めてほしいとの意思が述べられている。 そもそも今度、議長不良なりゆきのこと、もうきご検察あるべくこう。その評判下については、火星の義、市中集昆胞交換、目視しがたく存じこうといえども、元なりのこと、剣道生のよしみ、交互人心に役立く、朝からずこう。坊や、大内屋に、火力相らわば、定めておきしなさるべきのよし交良こ 萩藩は越六大友義しより、毛利元成不死宛あて書状大友勢は、8月13日、神田松山城を攻めており、その後には、文字城を攻めたと思われる。宇佐軍記に、大内氏の文字の城代日本へもんたゆが小舟に乗り、逃げ帰ったとの記載がある。また、陰徳太平記、吉田物語には、義重が、八つとめ雄門女性を、 文字城に置いたとの記載がある。その他、永六元年3月8日、大友良の文字城を、浪人衆が攻め、文字左根官親種頭がこれを撃退して、吉重から褒められた記録がある。毛利氏は、永六元年6月、文字城を攻略したと考えられる。その資料は少ないが、震災軍記には、次の記載がある。 大友左衛門ただし寄るところの無前文字上を攻め、これを落とし入れる。年月日未新、この戦い、小玉成忠の書状あり、関助八元女粉骨先行あり、震災軍旗小玉成忠から関助八宛の6月12日付書状があり、これが、永六元年のものであると考えられる。岩見国の小笠原長尾を攻撃中の毛利元成が、 小早川高陰に命じて、水軍で奇襲させて、文字城を攻略したものと推測される。そして毛利流元は、筑前、武前方面の諸将を調略し、筑前、宗方氏、武前、長野氏を味方とすることに成功。各将は大友に反旗を翻し拒兵する。大友義重は、武前の領土を確保するため、10月13日、田原近弘。 薄木観測、吉弘管理、斉藤茂曽根、と時間連羅一万五千を、文字上へ、破軍した。大友勢前線の地下広、観測、管理らは、毛利勢の元春、高影らの連携構成で苦戦しながら、無前菊軍大里津柳ヶ川村で婦人する、関連は、将兵の中から、弓が得意の兵を八百人選抜し、毛利兵に、雨あられと矢を追い込ませたが、 その矢に、参らせと次放騎種と主知るさせていた。これを目にした毛利兵は、次第に恐怖感、焦燥感を募らせ、元春、高影ら毛利勢は、関連、沈めミノルラオート勢の強撃地でそう崩れて、文字城に退却し、十五日、城から出て、毛利領へ帰るが、大友軍の薄き鎮、続くの追撃を受けた。こうして、大友氏は、文字城を奪還して、 再びドトメユ直法を上昇として務める。この戦は、第一次柳ヶ浦の戦いとも伝わる。大友義茂は、A62 年6月26日、将軍、足利義輝から武前、筑前、筑後の守護職に任じられ、武前、筑前攻略に着手した。8月22日、田原近弘、田原近方や佐田隆氏よら、大友勢武前方面軍は、 毛利元就の調略に応じ挙兵した、武前国人、西郷隆高白いの中守る県らの不動武器、西郷城を攻略した。この、元就の調略を、響きようするように、文字城、花尾城、河原武城も、老人一揆で選挙せれ挙兵した。吉重は、田原近弘に、不動武器攻略を称しつつ、しかれども、文字、花尾、河原だけ未だ落ちさせず、 残党は死を抜かないよう打ち果たすべしとの書状を送っている。この頃のドトメユノーは、大友勢の立花秋都市、麻生守市らと共に、宗方領、のみ城、津田が、岳、白山城などを攻略するため畜前に9月25日まで出陣するので、文字城を安や々すやす占拠されたと考えられる。9月16日、大友義茂は、地下広、地下方、 高志巨羅に命じて、文字城を攻撃させる。これに対し、元成は、嫡男の森竜玄、三男の小早川高影らを、文字城へ、小詰めに向かわせた。高影は、小玉成方に、海上封鎖を命じる一方、文字と小倉の間に、のみ宗勝かつの軍勢を上陸させて、大友勢を攻撃し、さらに水軍を展開して、 大友軍の退路を立つなどしたため、大友方は、退却を余儀なくされた。26日、軍勢を整えた、近広、近方、高氏ら、大友軍は、文字上を攻めて、高氏巨が、本丸一番乗りを果たし、田原近方から感情を受けた。また、毛利法の門、塚崎氏旗の京、茂や旗の兵庫、ぐ大蔵進村を討ち取った。 しかし、吉田物語によれば、毛利勢は、強力な水軍を持って、大友勢の背後をつき、これを退却させた。萩判伐越の久区場文書によれば、毛利流元が10月3日、文字城の不審に尽力した、久場県営に感情を授けていることから、即日、または数日内に、文字城の取り返しに成功したと考えられる。吉田物語には、毛利氏の勝利には、 小早川高景の章で、村上水軍と隕石関係のあった裏表部、宗勝の活躍が大きかったことが描かれている。だが、冷静五郎原宝は、立花文書によって、A65 年10月13日文字に柳ヶ浦に、内字にしたことが判明するので、吉田物語の記述に矛盾がある。A62 年9月26日に、文語集大成文字の城へ取り掛かり行。 中略流言公は、豊富までご出馬遊ばされ、小早川殿五先手にて、文字の白い五爪あり、五本手よりは、霊前五郎元宝、高影よりは、裏表部胸かつ、五先手仰せつけられこう。会場の敬語は、小玉内蔵、進む、塾も五府の修歴歴これあり。五先手の、了承、ご本人へ召し寄せられ、明日は、 文字と小倉の中間へ、打ち上がり、一戦するべきの胸、高影を背渡されこう。しかれども、胸活敵人の様子を見切り、原稿を打ち死にする。大将打ち死にこうにつき、手を石にに余りたこれありそうろうて、ようやく、引き取り去るこう。その翌朝、胸つ、船にて具足を表し、上帯の橋を結び、各へも打ち死にの覚悟にこう。 中略胸活も物はずれ三箇所手追い相らへとも、朝でゆえ、逃げる敵を追つい詰め、数百人打ち取り行。中略その後文語集、在人塚祭りまかり向かい相撲につけ、部前中津の裏裏へ、裏表部、小玉内蔵進む、その外敬語集使わされ、文語への通路を止まられ、行につけ、長人相ならず敵ことごとく大三死につけ、文字のお仕置き等を仰せつけられ、 小早川殿ご寄陣校。竜玄校も、豊負より、お馬を入れられ公事。攻略、吉田物語巻七永6三年十二月、元成は再び、二歩隆史を都会させ、大友の文字上番、土トメ直法を奇襲して、文字城を奪回した。十九日、元成は、隆史に、菊一軍の求人料、自車寮の大官職と、文字六化号の内柳里、 大津美号、片野号を治療させた。もともと、大う治療だった武前、筑前の諸豪族も、軒並み毛利氏に従った。以後、二穂高氏は、毛利法の文字上得として長く、武前で活躍することになる。大友勢の田原近尋は、永禄四年七月一日、小倉に進軍し、文字上攻撃の基地とした。一方の毛利元成は、七月十五日、 堀立直政を文字に下校させるとともに、岩見出陣を取りやめることとした。15日、4月から武前出陣の都時関連、滝田関西滝田小鉄、田原近方ら大友軍六千はついに、毛利勢の原田義種を籠もる河原武城を落とす、吉種自陣。8月、大友義重は再び、文字城の攻略を命じる。こうして吉岡長造、 薄木観測の二カろうと、田原下広滋賀お宿、旧毛観光、吉弘重信、と時間連、滝田関聖ら六国衆は一万五千余りの兵を、率いて、文後の大友館を出陣し、再び、文字城を包囲した。この時、博多に停泊していた、ポルトガル船が、大友義重の要請を受けて、大砲を文字城に打ち込んだと言われるが、 勝敗に寄与しない程度の短期間の参戦だったと思われる。これに対し、8月21日に、毛利元成は、毛利竜元と、小早川高影ら1万8千余の兵にご詰めを命じる。そして、竜元が、全軍の指揮を取るため長と府中に滞在し、高影に1万余の兵を咲いて都会させ、文字城に向かった。陰徳太平記によれば、 合戦に参加した両軍の武将は次の通りである。ただし、兵力などについては司書によって大きな違いがある。甲州八幡神社の鳥居前。毛利方の資料によれば、9月2日に、武前美ノ島での合戦。一方、大友軍は、武田島守、る本城新兵、今江戸坂見を先方に、文字城に迫った。9月12日に花尾城合戦。 9月13日、文字城には、雲河のごとき、大友軍がひしめいており、高影は、堀立、直政の手勢や文後守護大杉氏の一族の軍、八百を、決死体として、関門海峡を渡らせ、大友軍の包囲網を切り崩して、文字城に入らせた。9月28日、高影は、小玉成方、村上元吉らに命じ、秋川の内水軍数十層で、 三島編を襲撃させ、大友軍の背後を格乱させた。大友軍は、武前沼の毛利軍死体を襲撃するが大勢に影響せず。10月2日に大友軍が、文字城周辺に布陣し、10月9日に、文字常見、三角三条の首相、杉彦三郎の家臣稲田壇上重藩、稲田東江門茂里と、桂原兵庫所の利助は、吉重の家臣 滝田民部官役の調略により内容を仕掛けるが、内通者は発覚。10月10日、調略を逆に利用した高影は、偽の内通の呪しにより、大友軍を誘い出すことに成功。高影自ら都会下地城に入り、全軍を指揮し、城外に出て、指揮を取り防戦に努めた。飲みかつと、児玉成方は、流言の命を受け、大友軍の即敗をついて、 明神をの敵陣を切り崩し、敵を大里まで追い込めて、大友軍の大将の一人、滝田艦政に重傷を負わせた。主戦場は、大理、小森へ、若目狩りの城塞にかけてと見られ、文字城下の甲州八幡神社はこの時の戦火で、消失した。この戦いでは、毛利勢が一時的な大勝利を得た。吉田物語は、次のように記述している。 小早川高陰都会して、文字城を本人とする。十月十日大友勢の先人文字城へ攻めかける。慶五州裏表部、小玉内蔵、進む。文字の浜へ押し上がり、敵の備えの横合いを攻め、明人のおわぬの狩りより敵性を切り崩し、里目に戦い、裏表部は、囚人監視の中、敵優勝意味勘匠と一騎打ちを演じた。はじめ宗勝は、 干渉の槍で鼻のあたりを疲れ負傷したが、ひるまず、とうとう槍で相手を突き伏せた。敵味方が見守る一気打ちで、胸勝が勝つと、毛利軍の士気はにわかに上がり、敵を縦横に切り立てて、この勝利を勝ち取ったのである。吉田物語10月12日に大友方、鶴原家門、助宗室が守る松山城を、毛利氏が攻め、この時は、鶴原隆室が、 毛利勢を撃退している。10月26日、大友軍のサイドの文字上総攻撃。若目狩神社の裏手から、文字三六に迫った、大友軍は、薄木、田原、栃木、斉藤、吉弘という大事にで攻め、薄木明徳や田原近方らの鉄砲隊数百と、と時間連の九千対八百と連携して、小早川勢に打ち込み、大損害を与えたという。 しかし、城を落とすことはできず、日没となり、大友軍は大里まで引き上げた。大友方は、文字城の攻略を諦め、11月5日夜に包囲を解いて、撤退を開始し、毛利勢の吉見正よりや吉見よりさだらの追撃を、受けても、文字浜、沼の甲、大里、赤、はさを経て、抜山を越え、彦山下を通って、苦難の末、北にたどり着いた。 だが、田原地下広らの一部は、抜山から分かれて、黒、田原、阿毛殿、国分寺元美島を通って、国崎へ向かったため、道待ちしていた、毛利勢の杉、稲葉森高かな、のみ宗勝野島村上武義、因島村上義光、苦島勢数百人の復撃を受けられ、竹達速康氏、吉広東吉、一万田源之助、 宗方重政、大場作助らの名ある武将が討ち死にし、多数の犠牲者を出して帰国した。大友軍が退却したのは、大友軍の背後に位置する武前松山城や、馬形剣城が、毛利軍により攻略されたためとの説がある。大友方、志賀館隆史が守る河原剣城も先に9月頃に、攻略したと思われる。毛利氏は、この戦いにより、 文字城だけにとどまらず、筑前の宗方氏麻生市、菊軍の長野市らにまで支配を及ぼすこととなった。A65 年5月頃には、毛利方は、河原岳城の奪還にも成功したとみられる。この敗戦を契機に、大友義重は出家して総林と合するようになった。A65 年、天子義久の要請を受けた。 大友総林は再度武前出兵を命じ、二郎と七人の国衆を派遣した。七月、大友軍は再び、河原岳城を攻め落とし、原田親衆を追い出して、上昇、千住州元を降伏させる。十三日、関連は、文字城へ進軍し、第二次柳ヶ浦の戦いでは、関連の家進。 湯ブ・古礼ノブが一番やりの先行を挙げ、そのキバシックや縦王・ハセとニの活躍ぶりを、敵味方とも驚かせたものの、翌14日には、文字城を攻め落とすことはできず、毛利勢の大原隆子ことや桑原隆明焦げ渡しの、防戦により撃退された。これは、毛利元成が、7月に、出雲攻略に向かった隙をついて、大友方が攻め入ったものと見られる。 大友軍はさらに、毛利軍の手に落ち山の高重と、杉重義氏が守っていた、松山城の奪還を目指し、武前神田町に着陣。9月1日工芸軍野戦、13日から11月19日まで7度に、及ぶ松山城港にて、と時間連絡大友勢が攻撃を仕掛けたが決戦には、至らなかった。松山城を包囲している間に関連、関古とわら、 大友軍は再び、文字城下まで、天戦進撃し、10月13日夜昼、大里において、第三次柳ヶ浦の戦いに至った。関連の家臣、安藤常治や安藤蓮全らが関連に従って、奮戦し、文字城代、霊勢元宝、赤川玄徳、桂も土地下三将を打ち取る、大戦火を挙げて、大友総林から称されている。しかし、この時は、 文字城を攻略するには至らず11月26日にも文字城下で合戦があり、数百人の負傷者、死者を出している。翌 A66 年正月、毛利リー流玄と小早川高影の大軍が到着して、両軍にらみ合いとなった。将軍、足利義輝大友総林は A65 年1月26日、将軍、足利義輝に。 毛利元成の悪逆非道を訴えていた。義輝は、これを受けて、同年11月頃、大友氏毛利氏天子氏の間を調停するため、将軍院門関銅像を派遣することとした。銅像は、天子氏との紛争は、解決困難なことから、毛利氏大友氏の調停に当たった。銅像の下校に伴い、両者は、休戦状態となった。 A66 年7月18日の毛利元成の書状では、文字上、河原竹上の確保を条件として、和睦交渉に臨んでいたことがわかる。しかし、A67 年1月15日の毛利元成の阿波や、成方当て書状では、核のごとく工場河原竹をもやがて畳むべく揃う、修玄のこと、きっと愛整えるべき吉工場、肝心行。 これらの趣向きや親に申すべくこうと書いており、文字上を確保する一方で河原竹上を諦め、大友総理の娘を、毛利照元に嫁がせる修言を進める方針となっていることがわかる。もっとも、毛利の赤間関州は、この講和条件があまりに不利であるとして、元成の側近、桂元忠に検証を提出している。毛利元成は、 天子氏を滅ぼすため、大友氏から背後をつかれないよう、あえて不利な講和に同意した。一方、足利義輝は、大友家に、小賀の通賢と、正護院銅像と、大館春光を通じて、代々将軍家陪信出身の突起氏関連に対して、おうち書きを下していて、関連が総林に対して、意見を愚信すべき極めてするような立場であった。 この仲介により、一度大友氏と毛利氏の間で、急戦が永禄七年七月に成立するまで続いた。だが、この間に三月二十五日、関連が、ゆぶこれ明の家臣を率いて、大友軍と毛利軍と第四次柳ヶ浦の戦いがあった。大友総麟は、同年七月二十五日、毛利元成、吉川元春、小早川高景宛に、 朝廷を受け入れ終言を結ぶことについて、起承文を送り、元なりら3名は、7月27日、これに応じる起承文を送り、これにより講和が成立した。すなわち、毛利氏は、文字城を除く、松山城や河原竹城などの北部九州の城を、全部放棄し、宗形市、麻生氏の城も、大友氏に引き渡すこととなった。菊軍の長野市は、菊軍大館である。 文字上昇、二歩隆氏の支配下にあったことから、講和成立後、大友氏の城明け渡し要求を拒絶した。これに対し、大友氏は、A68 年、菊軍に出兵した。大友勢は、6月22日、長野城の攻撃を開始し、3ヶ月以上をかけて、これを攻め落とした。一方、法満城の高橋明氏は、 A67 年の講話で、大友氏の支配下に置かれたものの、大友氏を裏切り、毛利氏に組みした行動を取るようになっていた。その他、筑紫広角、龍蔵寺氏、秋月種種などが、大友氏に反旗を翻し、大友氏の筑前支配の要であった、立花山城の立花秋都氏までが、毛利方に寝返った。以後、大友氏と毛利氏は、高橋明氏の訪問状。 秋月種真の古書山城、立花秋都市の立花山城などをめぐって争奪戦を繰り返した。毛利氏は一旦大友氏に攻め落とされた立花山城を奪還するなど情勢を有利に進めていたが、大友総林は大内照広に素王国を攻めさせるという策に出た。毛利氏がこれを破るために九州の軍勢を呼び返すと、大友氏は 九州の残党を撃つことに成功した。毛利氏は、文字城の身を残し、霊勢元光を、文字城版に任命した。大友氏は、法満城の高橋や吉良氏を許し、毛利氏から奪った小倉城に配置した。高橋は、今度は、大友方として、文字城を攻撃するようになり、元成死後の元気二年に、これを攻略し、毛利方は、元気三年に回復して、 ニホ高カの子、元宝が文字上版と見られる。ありがとうございます。